農事組合法人タコーは、西目地域のタコー町内の農業に取り組む人たちで構成されている団体です。タコー町内では、高齢化や農業従事者の減少により、農作業を他の地区の農家に委託する人が多くなりました。そのため、平成17年には、複数の農家が集まって共同で作業を行う、集落営農組織を発足しました。平成20年3月には新たに法人として設立され、現在の農事組合法人タコーとなりました。現在の構成員は28人です。これまで46ヘクタールを超える農地で水稲をはじめ大豆や玉ねぎなどを栽培してきました。今年度栽培している稲の品種は、一目惚れと萌え実りです。この日は、田植え作業が行われました。この日作付けした苗は、先月21日に撒いたものです。毎日の水管理や室温の調整により、12から13センチほどの草丈に成長していました。ハウス内では、育苗箱がトラックに積み込まれていました。積み込まれた苗は、この日作業を行う田んぼに運ばれていきました。タコーが管理する田んぼは、およそ26ヘクタールあります。そのため、田植え作業は数日間に分けて行われました。2日目の作業となった今月17日には、4.2 ヘクタールの田んぼに苗を植えました。田植えを行った田んぼは、県道285号沿いにある小深田の水田にあります。作業は田植え機を使って行われました。この日は時折強い風が吹いていましたが、気温も暖かく、田植えに適した天気となりました。作業では苗などを補充しながら稲を植えていきました。また田植え機を操縦した人は、苗を植える作業と同時に除草剤と殺虫殺菌剤を散布していました。天気が良くていいんですけど、風は少し強くて、ちょっと大変ですね。例年より上出来だと思います。まあ時代に沿った形でやっていければなと、いろいろな、まあ ICT コンピュータ関係のも取り入れていきたいなと思っています。この後作業場には空になった育苗箱が運ばれていました。ここでは洗浄作業と格納作業が行われていました。農事組合法人タコーの斉藤代表理事によりますと、今月21日には田植え作業を終わらせていて、現在は大豆の栽培に取り組んでいるということです。この後は空いたハウスでミニトマトの栽培が予定されています。